やっぱり米は消費しないんだ。肉に刺さなければアンカーは抜けない。そして何より熱風を放っている間は筋肉を動かせない。息がこれ以上、いやまだだ。この程度じゃ足りない。もっと時間を稼ぐんだ。耐えろ、まだ離すな。エレンに託すんだ、僕の夢、命、全て。僕が捨てられるものなんてこれしかないんだ。きっとエレンなら海にたどり着く。最初にエレンは動けないと思わせたのも、アルミンの抵抗も、硬質化した巨人のカカシを作るための時間稼ぎ。クソ、分かってたはずなのに。分かってた、お前が誰よりも勇敢なことぐらい。